ございます。どうもショッピンです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ちょっと結構環境音が響き渡っちゃってると思うんですけども、今ですね朝の2時12分でございます。で、なんでかっていうと次のフライトがですね6時10分なんですね。なのでちょっと前泊をしております。めちゃくちゃ眠いんですけど、ただこのタイミングでシャワー浴びとくと結構いいことがあったりするんで、今から入ります。はい、ということでさっぱりしました。今2時半ですね。着替えも済ましたので今から出ようと思うんですけども、ただ外はですね結構そのベンチとかもうほとんど眠ってる人でいっぱい埋め尽くされちゃってるんです。なのでここのスペースです。ここのスペース誰もいないんです。なのでここでゆっくりしたいと思います。いやもう眠気吹っ飛んでます。今もうやっぱ朝は全然人がいなくて気持ちがいいですね動画で伝わらないんですけど結構吹雪いてます、しっかり。なので、まあ、飛ぶとは思うんですけど、ただ向こうについて大丈夫かなっていう。ラウンジでちょっと仕事だったり動画編集だったりっていうのをやりました。朝の11時なんですけども、ちょっと眠すぎるのでちょっとどっかで仮眠取っていきたいと思います。ということで僕が来たのがですねこちらでございます。はい、アメリカンビレッジですね。このポーク卵おにぎり本店行きましょう。揚げポークが400円でエビタルが280円ということで、いただきます。じゃあまずは揚げポークからいただきます。うわ熱い熱い、いいですね、熱々です。いただきます。めちゃくちゃジューシーです。タルタルの味もめちゃくちゃ濃いです。はぁ、美味しかったです。じゃあもう早速ホテルの方にちょっと行ってみたいと思います。はいと、おお、あれ2つありますね。なんか部屋変えますねって言ってくれたんですけど、そういうことですか。アップグレードしてもらったってやつですか。ありがとうございます。おお、いい眺めですね。いや、ワクワクします。で、今ちょっとこうホテルにゆっくり着いたので、うわあ、やっと横になれた幸せ。ちょっと寝ます。いやー、絵になりますね。今夜の19時12分なんですけども、たっぷり寝ることができています。すごく元気です。はい、ということで、サンセットを見ながらちょっと仕事をしていきたいと思います。まあ、今日は沖縄でなんかいろいろやっていたぜイエーイっていう動画ではなくてですね、沖縄でただただゆっくりのんびり過ごすっていうのを課題に今これやってるので、動画的になんか変わり映えとかその絵的にすごいってことはないと思うんですけども、まあただそんな感じでやっていきます。はい、終わりました。よし、で今夜の8時58分ですね。もうほぼ9時になりました。いやー、でやっぱこうやってホテルってやっぱり集中できますね。めちゃくちゃ集中できます。で、今からですねちょっと夜の街も歩いて探検してみたいなというふうに思います。まあ、って言っても歩いてなんですごい近場なんですけども、で夜の街を散歩しながら夜の風景を撮りながらそれをお届けしようって感じでこれからやっていきます。88だったりその有名なステーキ食べようかなと思ってたんですけど、やっぱりステーキみたいなああいうお店ちょっと見てしまったんで、ついつい食べてしまいました。美味しかったです。そう、本当はここの沖縄
まあ、本当はこの沖縄に来た目的っていうのは、とにかく誰もいない海でただひたすらぼーっとするっていうことをしに来たわけなんで、今日それができたかって言われたらあんまできた感じはしないですね。明日、まあ、午前中行けたらいいかななんていうふうに思ってます。で今、時間って言ったら23時半ぐらいなので、あともうちょっと仕事をしてから早めに寝て明日早起きしたいと思います。美味しかったということで、今日はちょっと静かな海辺に行きたいなというふうに思います。でその前にちょっと仕事していきます。夜の19時に那覇空港を出発するので、まあ、空港には5時に行ければいいかなっていう感じです。で今朝の9時なので、その間こうゆっくり人気のない海辺に行ってぼーっとしていきたいと思います。はい、ということで着きました。カリブビーチというところです。こんなところです。前田岬っていうところに行こうとしたんですけど、目の前まで行ったんですけど人がすごい多かったんですよ。でその前田岬からちょっと外れたところのマリブビーチ、ほとんど人いないんですごい快適ですね。ここは水の透明度も高くてオーシャンブルーで綺麗です。いやこういうところのドライブ最高に楽しいですね。本当に何も考えずにただドライブしてるだけでめちゃくちゃ楽しいです。いやでもさすがに炎天下の下でぼーっとするのは大変なんで、次に行きました。ビザンシーパークというところに来ました。いやめちゃくちゃ贅沢な時間ですね。ほんも幸せです。一人でこの海を眺めながらぼーっとするのは最高ですね。本当にしかも今ここ1058円払えばフルーツバイキングみたいなことやってるらしくて、ブルーシールも食べ放題やってました。すごい強いですけど、もうちょっとここにいてゆっくり過ごしたいと思います。でその後に夜のですね便に乗って東京に帰りますということで、今回も動画をご覧いただきありがとうございました。